タオルペーパー200枚入り中盤サイズ 220mMX230mm タオルペーパーあるいはペーパータオルは濡れた手を拭いて乾かしたり汚れを拭い取るために使われる吸水性に優れ柔軟ながら丈夫な紙を使った日用品である。タオルペーパーはいわゆる衛生用品の一種でトイレで溶便して洗いした後にその手の水を拭い取るために使われる使い捨てのタオルである。 面積を広くして吸水性を高めるため、もしくは手触りや柔軟性を増すために、エンボス加工で、細かい凹凸や畝があるものも、少なくない。これらは、一定枚数が折りたたまれた状態でビニール袋の、パッケージか、ロール状になっていて何本かパックに入れられて、販売されている。さらには、大口需要化に対応して、そのコンパクトなパッケージが数十単位で収められた。 段ボール箱単位でも販売されている。こういった物品は、商店や飲食店、宿泊施設などの公共性があり不特定多数が、使うが、顧客の利便性のためそれなりの衛生維持コストが、かけやすいトイレでの設置と利用が見られ、また衛生管理の徹底という観点から、様々な使い捨ての衛生用品が使われる、病院などでも利用が見られる。これら公共のトイレでは、 ペーパータオルを衛生的に収納し、一枚一枚衛生的に取り出せるよう工夫された壁付けのディスペンサーと呼ばれる箱が利用されていることも多く、それらは洗面台脇に設置されている。一般の家庭では不特定多数が利用しないし、さらには手を拭うたびに使い捨てにされるタオルペーパーはゴミを増やすこと、またタオルを使って適時洗えば必要十分である。 ことなどの理由もあって、あまりトイレには利用されていないが、それ以外の雑巾や布巾など掃除用品の一種としての利用が見出せる。これらでは、トイレットトレーニング中の幼児がいる過程で、便器を外してしまった際にこぼれたものを拭き取ったり、トイレ以外の掃除に利用される。なおよろくとはなるが、一般的に見られるディスペンサーの多くは、前述のビニール袋パッケージ3から4個程度の、 容量を持つ。ロール状のものはトイレットペーパーのホルダーに似た構造のディスペンサに収められるが、トイレットペーパーに比べるとかなり幅広である。キッチンペーパーは台所のちょっとした掃除などからフライなど料理を盛り付ける際にも利用されているが、ペーパータオルではコストの面からあまり漂白されず再生紙が利用されるところを、キッチンペーパーでは食品に直接触れる。 使われ方もするため、衛生や見た目に配慮して、バージンパルプが使われているなどの違いがある。ただ、両者の違いは、しばしば曖昧で、キッチン用品としてのキッチンペーパーを英語では、ペーパータオルと呼び、両者はあまり区別されていないようである。しかしキッチン用、ペーパータオルとトイレ用、ペーパータオルは、製品として、明確に区別されており、パッケージに調理用か衛生用か明示されている。 ちり紙も一枚あたりの大きさや用途などの面で似たところがあるが、ちり紙は水洗トイレで使っても問題ないよう薄く、水に溶けやすくなっているが、タオルペーパーでは厚手で水に溶けにくい。このため、水洗トイレに流すと、つまりの原因となることもある。ティッシュペーパーは、その用途において簡易的に何かを拭ったりすることも、あるが、タオルペーパーに比べはるかに薄く、 手を拭うのには不向きである。一方で、タオルペーパーでは硬すぎ、鼻を噛むことには向かない。ついでながら、トイレットペーパーは、タオルペーパーの代用としがたい。濡れた手で扱えば張り付いてしまうばかりではなく、細かくちぎれて、なお厄介なことになるためである。ただ、日本では、トイレットペーパーといえば柔らかいロール紙ではあるが、地域によっては、タオルペーパーほどではないにせよ。 ちり紙よりも硬く厚い紙を使うところもあり、その場合においては、両者の違いは曖昧である。ありがとうございます。